カプタイン B は赤色純粋星、カプタイン星を公転していると考えられる太陽系外惑星の一つである。2014年に視線速度法を用いて発見が報告された。ハビタブルゾーンの中を公転している可能性がある惑星である。2016年まではハビタブルゾーン内にある可能性がある系外惑星の中ではクジラザタウ星 E に次いで 太陽系に近い天体であったが、その後、4.22光年の距離に、プロキシマ・ケンタウリ B が発見された。2017年にはさらにロス128ビットが発見されたため4番目となっている。カプタイン B の実在性に関しては疑問を呈する声もあり、2015年には、視線速度のシグナルは惑星によるものではなく、構成活動に起因するものであるという報告が、 されているこの報告に対しては、発見につながる観測を行った研究チームからの反論も行われている。なお2020年現在では、太陽系外惑星エンサイクロペディアでは、カプタイン B の現況は、コントロバーシャルとなっており、NASA エクソプラネットアーカイブでは発見報告後に掲載されたものの、発見に疑義を呈する論文の発表を受けて、削除された状態にある。 カプタイン B はヨーロッパ南天天文台が運営するチリのラシア天文台にある高精度視線速度境外惑星探査装置を用いた観測で発見された。その後、ハワイ島の WM ック天問題など別の望遠鏡を用いた観測も行われた。発見方法は惑星の公転運動によって高精が揺れ動く様子を視線速度の変化から捉える。 視線速度法である。カプタイン B が実在する天体であった場合、この天体はスーパーアースであると考えられる。推定される表面温度は 205K である。視線速度法で発見された惑星であるためシーンの質量は不明だが、加減質量は4.8地球質量と測定されている。 質量から推定した惑星の半径はおよそ1.6地球半径であり、惑星の蘇生にもよるが、岩石惑星である、可能性が高いとされる。カプタイン B は、赤色純粋星である、カプタイン星と呼ばれる恒星を肯転している。カプタイン星の質量は0.27太陽質量、半径は0.29太陽半径であり、表面温度は 3550K である。 年齢はおよそ110億歳と推定されており、46億歳の太陽系よりもかなり年老いている。見かけの天文は8.85等であり、肉眼では暗すぎて見ることができないが、性能の良い双眼鏡であれば見ることができる。カプタイン B はカプタイン星の周りのハビタブルゾーンの中を好転していると考えられる。この領域の中では惑星環境や、 大気の特性などが適切であった場合、惑星の表面に液体の水が存在する可能性がある。カプタイン B の推定惑星半径は1.2から1.6地球半径とされており、岩石惑星だと考えられる。主星のカプタイン星は赤色純位星であり、太陽の4分の1よりわずかに大きな質量を持つ。そのため、 主星の主系列星としての寿命は1000から2000億年と、太陽の主系列星としての寿命よりも10から20倍ほど長い。カプタイン星は形成されてから115億年が経過していると考えられているため、仮にカプタイン B が実在するとすれば、カプタイン B は潜在的に居住可能と考えられる惑星の中で最も古い惑星となる。ありがとうございます。